小早川と吉川を乗っ取り、主家大内を滅し、次は尼子か。まさに毛利は飛ぶ鳥を落とす勢いであるな。何、近頃は相手が自ら首を差し出してくるのでな。わしらはそれを狩るまでよ。邪道下道、そこまで積み重ねてしまえば、もはや怒りを通り越して呆れるのみだな。力なき怒号に過ぎなかった毛利の家を保つため、わしがどれほどの苦労を重ねたか、お主は知るまい。守護代に任ぜられるほどの大家であれば、守護を打ち傀儡を立てるなどもできようがな。父のことを申しておるのか。確かに我が父為景は横島なる男であった。だが邪道の行き着く先は地獄、決して天下などではない。そうも天下など見ておらぬでな。正道にこだわる必要がどこにある。毛利のじいさんか。俺に何の用だ。そう警戒するな、尼子の鹿よ。お主にいい話を教えてやろうと思うてな。え？いい話だって？それはどんな。って、その手に乗るかよ。どうせお得意の計り事だろ。そう堅くなになるものではない。尼子のためにも耳を貸しておいた方がよいぞ。尼子の、いや、絶対嘘だ。あんたが何度尼子最高の邪魔をしたと思ってる。これ以上ふざけたことを抜かし続けるなら、その命今この場で。果たしてそのような暇があるのか。お主、早く行かねば帰る城がなくなるぞ。何しろお主の奪った城に毛利が攻め入っておるところだからな。高影、聞いておるぞ。また勝手に元春と夫人を取り替えたそうだな。仕方ないでしょ。明らかに逆の方が効率が良かったですし。効率が悪くとも勝てばよい。お主には前線の経験が足らぬと思い、あえてあの夫人にしたのだぞ。必要ありませんって。適材適所、ご存知でしょ。武器を振るうのは元春兄上に任せておけば。毛利は日々大きくなっておる。お主らが揃って戦う機会などこれからどれほどあるか。そういう時に経験が役立つこともあろう。苦手だからと逃げていては成長できるぞ。大丈夫です。私に失敗などありえませんから。頭を巡らせていた方がよっぽど成長できますよ。そういうわけで頼みますよ、父上。私の知略を生かす戦略、ぜひ練ってくださいね。まったく、この生意気な物言いは誰に似たのやら。ん？わしか？将棋など久々に指したが、さすがは羽柴の名軍師、なかなか手強い。こちらこそ、防身と一局させるなんて光栄ですよ。秀吉じゃ僕の相手になりませんしね。このようなひとときも戦の合間には必要やもしれぬな。見てみよ、外でウグイスがさえずっておるわ。わあ、春ですね。戦に駆り出されてばかりだと季節を感じる余裕もないので、なんだか嬉しいな。とはいえ、そろそろ降参されては？
僕が大手を指してから随分と経ちましたよ。穏やかなひとときをもう少し楽しみたかったが、しまいにするか。この勝負わしの勝ちだ。な、僕の大手から逃れる術なんて。あれ、ここ二歩になってますね。そんなはずないんだけど。あ、さっき僕が外に目をやった隙に盤面を動かしましたね。そうでしょう。何のことやら。己を過信して隙を見せるべからずだ。特に毛利を相手にしている時はな。父上、お呼びで。おっと、高影はまだですか。いや、高影は呼んでおらぬ。元春と二人で話をしとうなってな。ほう、何か次の戦の秘策でもこっそり授けていただけるので。茶でも飲みながら語ろうと思うたまでよ。お主の頭はいつも戦のことばかりよな。そりゃあそうです。武をもって毛利を守るのが俺の役目と心得てますんでね。うん、それでよい。武の元春に地の高影、両輪が回り続ける限り、わしが死んでも毛利は安泰よ。まだ父上に死なれては困りますな。高影と二人がかりでも父上の代わりは務まりませんよ。お主らはわしの生き方なんぞ真似せんでよい。雨子の鹿のごとき輩に付け狙われることになるでな。暇を持て余しているようだな、テルモト。暇つぶしに一つ問答でもどうだ。問答ですか？もちろんです、おじい様。ならば、お主の目の前で家臣の意見が真っ二つに割れ、まとまる様子がないとする。お主ならばどうする？その時は信頼できる者らに助言を仰ぎます。私一人では正しい決断を下す自信がありませんので。なるほど。だが、その助言さえも割れていたらどうする？最後はお主自身で決めるしかあるまい。ならば、皆が納得できるような答えを私から示せるよう努めるしかないかと。それが皆の命を預かる者としての務めですから。ですが私はまだまだ未熟、もっと多くを学ばなくては。お主は生真面目な良い子だな、テルモト。だが、その人の良さがあだとならぬよう用心せよ。